をできるだけ多く読む、これだけです。ねえ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 、彼女藤崎しおること、金月まみさん。はいはい、何ですか。清川のぞみさんこと佐々木彩子さん。痩せたじゃん。痩せた、あお尻のライン、お尻のラインがね、じゃあね、ちょっとお尻が、なんで、おだまり痩せたんだから。はい、うるさい。それでは今回の担当は菊池志保です。遠方塚陽子です。上田裕二。長澤ゆか。佐々木彩子です。小野坂雅也です。角田奈美です。吉木栗です。それでは行ってみましょう。用意スタート。はい、いただきました。長野県の中村智美ちゃん、どうもありがとう。千葉県のペンネーム伊集院施設部員さん、どうもありがとうございました。神奈川県三浦郡の佐藤君やつ。山梨県のペンネーム炎のトランペッター愛知県名古屋市ペンネームさん、ドリーマーさん。のぞみちゃんの22歳の姿すっごいぞこれ。神奈川県川崎市の中野舞ちゃん、女の子ですね。いやー、ほんと女の子から来ると嬉しいですね。あるな。愛知県春日井市、ペンネーム側近 B ハッシー。愛してるよ。千葉県船橋市はペンネームきらめキットさんからは、さおとみみちゃんのイラストありがとう。墨田区のときめまくん読んだよ。はい、こちらは広島県のペンネームスイートラバーゆかりと書いてあって、みはるちゃんのイラストありがとう。練馬区のリインカーネーションさん、ペンネームでした。こげる言葉いっぱい書いてくれてありがとう。秋田県秋田市の、これは水木かなめかな。いや、石川県金沢市、ペンネームぽんちゃんくんくん。新潟県のペンネームハーミットくん。何、荒川千友さんとはどんな人ですか。劇団四季にいるよ、以上。千葉県のペンネーム妖精ディックさん、小野坂さん2丁目の居酒屋で待ってます。待ってんでいいです。神奈川県ペンネーム西井龍斗さん、素敵な、ありがとう。大阪府岸和田市は三宅文孝くん、ありがとう。皆さん老後はどういう風に過ごしますかって。老後答えてる暇ない。岩手県の沼田くん、ありがとう。埼玉県のペンネーム畠山くん、 SOS ありがとうございます。鳥取県のペンネームひなの親衛隊さん、どうもありがとうございました。最速度山形県山形市、腹巻き、腹巻きとかやぎ。何や。豊島区のくん、あ、読んじゃった。ペンネーム俺って一体、あら、ごめんなさい。ピが入るからいいよ。三重県鈴鹿市、ペンネームゴチさん、女の子かな、13歳だ、可愛いイラストありがとう。東京都板橋区のペンネームときめき二宮るくんからいただきました。はい、ありがとうございます。名古屋市のペンネーム食べられません、これはなんちゅう絵なんだろうな。猫娘かい。滋賀県妖怪一市からはペンネームミスターカッパさんから、ユミちゃんに質問ですって長くあるんですが、時間がないので答えられません、ごめんなさい。鳥取県避難親衛隊くん、ありがとう。東京都の塩田修一くん、本名でいいのかな、髪の毛が帽子からはみ出てるよ。埼玉県行田市のペンネームくまクエスチョンさん、どうもありがとうございます。宮城県宮城くんの西岡秀信。いや、福島県双葉くん、新庄学くん、どうも。千葉県のペンネームルークくん、清川さんの花言葉思い出の花コーナー欲しいな、だって。福岡県のペンネーム史上最強のエロトピア帝王くん、そんな帝王並んで。京都府の浅田くん、どうもありがとう。神奈川県相模原市はペンネーム誰よりもときめもを愛するルナシア男より、どうもありがとう。浜松市のときっきちくん、ありがとう。鳥取県の木本雅也くん、ありがとう。北海道の亀山くん、どうもありがとう。沖縄県の吉尾の汗。広島県ペンネームノーマルコアクルくん、ラララ、ありがとう。ラララってね。確か、大阪市。このままでええのか。小林くん、はい、どうもありがとう。東京都八王子市のラジオネーム第2のエルトピアくん、だから並んでえっつってね。八王子市の時